今年度近畿地方救済オープニングセレモニーを行います。はじめに今校救済の受賞者であります近畿地方優勝校富坂井雅美よりご来場の皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。吉瀬の上坂井と申します。今日は天候にも恵まれまして非常にいい航空祭ができるというふうに思っています。見どころ満載ですのでぜひ一日楽しんで帰っていただきたいと思います。以上です。続きまして本航空祭の共催者であります商工会議所会長北住光一様よりご挨拶をいただきます。皆さんおはようございます。商工会議所の会長させていただいております北住と申します。本日は最高の航空祭日和となりました。本日非常に楽しみにしております。また日頃、皆さんご存知の通り、相模原市の経済は、自衛隊の皆様方に非常にお世話になっております。また、こういった、機会を通して基地を開放いただける、それを非常に、嬉しく思っております。感謝申し上げたいと思います。今日は先ほど申し上げましたように、最高の航空祭日和になりました。今日一日皆様方どうぞ楽しんでいただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
記念撮影を行います。